膝をつけ。映像は届いてるか。完璧だ。問題なし。よし、中継開始だ。アラビア語は？知らん。ペルシャ語は？知るか。だろうな。俺がお前らに分かる言葉で話してやろう、この無学な野良犬どもめ。いきなりその態度はないだろう、ハッサン。俺はクドス部隊の将校だ。お前はテロ組織の司令官だろう。お前も同じだろう。標的は何だ、少佐。俺たちの国にミサイルを撃った狙いは？おそらくお前のケツだろう。横兵で口汚い。祖国が攻撃されれば敬意を学ぶだろう。お前はカルテルと手を組んだんだ。このまま消えてもお前を気にかける奴なんか一人もいやしない。俺を拷問にでもかけるつもりか。どこからミサイルを手に入れたんだ。そんなことはどうでもいい。ミサイルの標的を聞け。周りをよく見ろ、ハッサン。獣の餌にしてもいいんだぞ。嫌なら話せ。俺は人質で、これは違法だ。お前は戦時捕虜だ。イランはメキシコと戦争してない。俺は無実だろ。法を破ったのはお前たちとその司令官。お前とコブラに将軍はあらゆる法を。その名を口にするな。将軍を処刑した罪は重いぞ。救える者は神しかいない。そのクソ野郎を永久に拘束するか、今すぐその場で始末してしまえ。将軍、彼の殺害は戦争につながるし、拘束も違法。今は打つ手がありません。ラズベル、ならば拘束の理由をすらせ。わかりました、待機を。指揮官、手を下しましょう。私だってそうしたいところだ。だがラズベルが正しい。証拠がないなら解放して、その後を追え。まさか本気で言ってるのか。そうするほかないんだ。奴の携帯は調べたか。ええ、ヒットした。よし、では奴を連れ戻して解放しろ。おい、行くぞ。ハッサンの携帯をハックして、スペイン沖の基地局を経由していたことが分かった。そこにいる誰かと通話していたようだ。電波はカルテルが密輸の隠れ蓑にしている孵化場から発信されていた。人里離れた水辺にある。違法貨物の輸送に最適だ。弾道ミサイルも現地に行って確認する必要がある。画像では少なくとも4つの建造物と灯台が見える。中を調べたいが警備は厳重だ。草が長いから装備を変えるのも手だな。ギリスーツですね。その通り。私は脱出用のボートを用意し、そこから監視する。けど一人で行くべきじゃない。危険すぎる。三人でも多すぎる。ジョン、私たちには何の権限もないの。慎重に行動を。これは無許可の偵察だし、記録にも残らない。配置に着いたら連絡する。ハッサンがミサイルを発射する前に見つけないと。ウォッチャー1よりグラブを追え。500メートル沖で位置についた。建物が見える。こっちも狙撃地点に到着。武装したターゲットが2人いる。倒せるものは倒していい。ラジャスタンバイ。イエス。風はなし。200メートルやります。ブラボー、状況は？ブラボー、聞こえるか？ウォッチャーへ。二人倒した。よくやった。前進して偵察を。移動しているパトロール隊と地上部隊が前方にいる。見えました。カルテルですか？おそらくな。奴らの周りに見つからないよう近づき、何を隠しているのか探るとしよう。
伏せたまま草むらに隠れていろ。戦う必要はない。ロッチャーからブラボーへ、進展はあった？ラゼル、今移動中だ。辺りにカルテルの警備はいる。ミサイルを格納できるものはあった？いいや。了解、そのまま進んで、アウト。止まれ、二人いる、左側だ。サーマルで俺のレーザーを見てみろ。サーマルでチェックしよう。左側にまた二人いる。捕らえた。奴をやれ。俺はもう一人。もう立てないだろ。やるな。それじゃ進むぞ。離れるなよ。ブラボー、こちらウォッチャー。状況は？風力タービンの近くにいる。了解。前方の木立に向かって姿を隠せるはず。了解。待て、車両が来る。見たか、コンテナトラックだ。はい、ミサイルが詰めそうだ。追跡するんだ。ブラボーからウォッチャーへ。輸送隊がここから北へ移動している。コンテナトラックはミサイルを積んでる可能性がある。了解、それを調べに来たんだ。監視のために海岸沿いに移動する。作戦を続行して。ラジャ、アウト。車道の下にトンネルがある。そこから反対側へ移動するぞ。後に続きます。伏せろ、ヤズ。カルテルとテロリストか。妙な関係ですね。テロリストは過去にこだわる。一方、バインドムは未来志向だ。奴らの共通点は？縄張りと暴力。どっちも若者を引きつける。だから参加を希望する者が絶えない。草が伸びてるからさらに見つかりにくくなった。しゃがんでいいぞ、目立つなよ。何かいる。近づいてくるぞ。少人数のパトロール隊だ。真正面にいる。止まれ、位置につく。ヤス、銃を隠せ。奴らの進路を予想してみろ。位置を変えたいならゆっくりと慎重にやれ。そっと動け。頭を下げろ。近づいてくるぞ。Dime algo. Nada por aquí. Entendido. Manténganse alerta. ここで止まれ。前方にもう二人。サーマルを使って確認しろ。サーマルを使って俺のレーザーの先を見てみろ。奴らを死にした。奴をやれ。俺はもう一人を倒す。奴を倒した。まだやれるな。
もう移動しても安全だ。ギャズ、前方の建物を調べろ。外には誰もいない。中にいるかも。心拍センサーを使って建物が無人か確認しろ。クリア。誰もいません。ラジャー、移動しよう。必要はない。気づかれずに通過できるはずだ。また動き出した。視認できない。了解、見張っておく。移動しよう。前方に並木がある。あそこまで行くぞ。油断するなよ。通知する。コンテナトラックが入ってきた。倉庫に運び込むようね。複数の武装した要員が近くにいる。了解。ナザル、ギャリック、続けて。以前もこういう任務を？何度もね。あなたがおむつをしている頃から。そういうな、ケイト。少なくともトイレの練習は初めてだろう。さあ、今でもそうです。これが終わったらお前のギリースーツを確認するぞ。体位のもチェックしましょう。忘れるなよ。このことは全部報告書に書いておくからね。もうすぐだ。この丘を越えれば主要な建物が見える。ここにミサイルがあるなら奴らも中にいるだろう。ラズベル、風力タービンに沿って移動し丘に接近する。よし、建物群に近づいてきた。丘の上から見えるはず。天気は俺たちの味方だ。霧が深くて見つかりにくい。ギリースーツもありますしね。主要な建物が見えた。一時方向400メートルだ。草むらの中に陣取れ。誰がいるのか見てみよう。タイ、ここはターゲットだらけです。そのようだ。カルテルがそこら中にいる。可変ズームを使え。もっと遠くを見るんだ。撃つな。俺が距離を測るまで光線は避けろ。ウォッチャー、準備完了だ。その位置からできる限り多く倒して。まずは単独でいるやつから。了解、取り掛かりましょう。お前に任せる。今は待つんだ。やつは一人きりだ。ああ、労災が降りるといいな。殺し上がりのシーズン開幕だ。気を抜くなよ。他のパトロール隊の死体に近づけるな。奴は一人だけだ。落下を 2.5 ノッチ補正しろ。ターゲットに命中。カルテルをもう一人やった。奴一人だ。弾は3ノッチ半落ちる。命中だ。ラスアルバスカルテルは人手不足だ。奴は一人だけだ。
3ノッチだ。仕留めた。奴はおしまいだ。片付けろ。仲間は俺がやる。3ノッチだ。クリーンショット。クリーンショット。お前に合わせる。2ノッチ半だ。ど真ん中だ。まだやれるな。奴は他の二人から見える。一発で二人同時に倒せる場所へ移動しろ。準備完了。四ノッチだ。他の二人から奴が見える。やつをやった。ナイスショットだ。やつは一人きりだ。3ノッチ半だ。やつを消した。持ち場が悪かったな。やつは一人だけだ。3ノッチ半だ。墓に入ったろ。ナイスショット。二人同時に倒せ。もう一人は俺が。4ノッチだ。始末した。いい腕だ。スカウトスナイパートレーニングのおかげだな。やつ一人だ。3ノッチ半だ。やつを仕留めた。早期退職だな。やつは一人だけだ。4ノッチだ。カルテルがくたばった。いいぞ。一人やれ。もう一人は俺だ。3ノッチ半だ。始末した。やるな。奴は他の二人から見える。位置を変えて一発で二人同時に倒せるか。位置についた。3ノッチだ。俺の指示をよく聞け。標的が動いたら進行方向を狙うんだ。
人だ。武装していない。民間人がこんなところで何を。孵化場は操業中だ。彼らは魚の世話をしてるんだ。侵入する前に外にいるカルテルの連中は始末しないとな。サーマルを使って俺のレーザーの先を見てみろ。やつをやった。まだやれるな。もう大丈夫そうだ。先に進んで入り口を探せ。俺はここから援護する。一緒に行きましょう。二人なら一人よりずっといい。そうでしょ。待つんだ。ギャズ、建物の後ろから車が来てるぞ。奴らには見つかっていないようだ。無茶はするなよ。銃を隠せ。ヤツらが車から降りてくる。じっとしていれば回避できるさ。銃撃戦を始めたいならそうすればいい。アーマーを着てるぞ。交戦するなら頭を狙え。Thank you.
nada que informar. Recibido. シューターダウン、もう大丈夫だ。よくやった、武装。大尉の援護のおかげです。お前の方が負担が大きいがな。ご存知でよかった。いい訓練になるだろう。これは訓練なんですか。武装、俺たちは常に訓練してるんだ。その通りですが。道路はクリア。渡って侵入路を探せ。ゲート通過。了解。中に入る方法を探して、ここにミサイルが隠されているのか知る必要がある。天窓を利用すれば有利になるはずだ。止まれ。奴は他の3人から見える位置にいる。何人か分かれるかもしれない。確かに。屋根の上が危険です。援護してください。死神が舞い降りた。上だ、間抜け。
空にも気をつけな。雨漏りしてるぞ。空にも気をつけな。倉庫はクリア。例のコンテナは中だ。倉庫に他にもハッサンのミサイルの痕跡がないか調べろ。間違いなくカルテルの拠点だ。何があったの？大量の麻薬だ。倉庫は銃器やドラッグ、その原料でいっぱいだ。ハッサンはカルテルと密接な関係にある。でもこれは麻薬捜査じゃない。ミサイルを探して。ギャス、通知する。他の建物からパトロール隊が移動してくるぞ。どうやら5人いるようだ。心拍センサーとサプレッサー付きスナイパーライフルを使ってヘッドショットを狙っていくといい。ギャス、ドアに注意しろ。3人やった。4人目。5人。足し算がお上手ですね。ずいぶん生意気だな。ちょっとからかっただけです。笑えるうちに笑っておけ。2人とも集中して。了解、マダム。マダムなんて呼ばないで。まだあなたには負けないわ。エリアクリア。カルテルはいない。本当にミサイルはないか調べて。隣の建物も。ギャス、同じ要領でやれ。突入するか、換気口から催涙ガスを流して奴らを追い出すんだ。催涙ガスを流すわ。催涙ガスを使います。タイ、用意は？了解、準備よし。守りしてるぞ。ああ、ヒット。負荷場はクリア。ミサイルを入れられるようなコンテナはない。喜んでいいのかわからないわね。他に何があるか見てもらえ。ラジャ、見てみます。何か見つけた？何
東大の図です。ここは思ったより広いな。下にトンネルがあります。なら東大に向かおう。外で合流だ。了解です。積極的に行きましょう。私たちは小さなチームだし、よそから援軍を呼ばれたら最悪の事態になる。そもそもここは私たちの拠点じゃないしね。それなら数で対応できたけど。いい判断だ、ケイト。カルテルが全域の要員に警告を発したようだ。激しい抵抗が予想される。霧とギリースーツあれば奴らに見つかるわけがない。強行偵察か。これは大尉のお箱ですね。ブラボーからウォッチャーへ。灯台の土台が見える。そこで合流だ。草むらに伏せろ。パトロールに見つかるとまずい。これだけ距離があるなら可変ズームが便利だ。アーマーを着てるぞ。交戦するなら頭を狙え。ターゲット付近のカルテルを排除してから突入する必要がある。奴は一人きりだ。ニノッチ半だ。もう立てないだろ。いい腕だ。気を抜くなよ。他のパトロール隊の死体に近づけるな。グソ、我慢しろ。奴は他の警備から見えてる。離れるのを待て。奴一人だ。ニノッチだ。労災が降りるといいな。麻薬の売人には最悪の日だろう。お前に合わせる。ニノッチだ。命中だ。クリーンショット。やつは他の二人から見える。一発で二人同時に倒せる場所へ移動しろ。準備よし。ニノッチだ。アーマーを着てるぞ。交戦するなら頭を狙え。他の二人から奴が見える。位置を変えて一発で二人同時に倒せ。奴らを捕らえた。おい、カエル。最近目の検査を受けたか。奴は他の二人から見える。武装、我慢しろ。奴は他の警備から見えてる。離れるのを待て。奴は他の二人から見える。一発で二人同時に倒せる場所へ移動しろ。準備完了。ニノッチ半だ。アーマーを着てるぞ。交戦するなら頭を狙え。気づかれたぞ。シューターダウン。奴らは退却し屋内に隠れた。窓を見張れ。お前は灯台の土台まで前進しろ。俺はここから援護する。ああ、また俺の番ですか。最初はかなりうまくやったじゃないか。ブラボーからウォッチャーへ。ギャリック軍曹が灯台へ向かう。ギャス、道路と先で動きがあったぞ。
際、こいつらはカルテルじゃありません。ラズ、聞こえるか？ええ、ヤズ、奴らはアラビア語を話してる。ああ。AQね。あれはハッサンの部下だ。私たちの睨んだ通りだった。في شيء نخبر عنه. هذا ماشي. تبع حالك هناك. は他の3人から見える位置にいる。何人か分かれるかもしれない。奴は他の3人から見える位置にいる。何人か分かれるかもしれない。行ったぞ。動いても大丈夫だ。危なかった。了解。おそらく AQ でしょうね。ハッサンの手下だ。そこにハッサンの兵士がいるなら何かあるに違いない。もしくはあった。灯台の周りにはいくつか建物がある。そこへ行って調べて。空にも気をつけな。
ガレージクリア。捜索して。何か見つけた。ケースとクレートだ。ロシア語が書いてある。中には何が？殻だ。最近開けたようだな。ロシア人はイランと手を組んでる。奴らはハッサンを直接支援しているかもしれない。ジョン、ずいぶん大事になってきたわ。向かいの建物はまだ閉鎖されている。そこを片付けて、灯台の下にあるトンネルを探そう。ラジャ、見てみます。屋根の上が危険です。援護してください。空にも気をつけな。死神が舞い降りた。内部はクリア。ここは密輸業者の天国だな。中身は何？敵の死体と大量の荷物がある。間違いなく麻薬絡みだ。ミサイルは？ありません。居住区があるようです。ギャズ、そこで待て。合流する。トンネルの入り口を見つけないとな。入るぞ、ギャズ。許すなよ。了解です。トンネルの入り口を探せ。壁の一部か床のどこかに隠されているだろう。トンネルの入り口を見つけて。
探し続けろ。トンネルの入り口はどこかにあるはずだ。壁を調べろ。大、こっちに何かあるようです。手を貸してください。俺が押すから引いてくれ。はい。ケイト、杖を発見した。お見事。これを見ろ。当たりだ。通知する。私の位置にボートが近づいてきた。敵所か。おそらく漁師ね。任務を続けて。続ける。降下します。カルテルはトンネルが好きだな。俺もそう思ってました。年長者からどうぞ。どこまで続いてるんだ。海へ続いているはずだ。ケイト、トンネルから海岸線に向かってる。そっちは大丈夫か。ボートはまだ近づいてきてるけど、今のところ問題ない。ケイト、嫌な予感がする。ジョン、任務にリスクはつきものよ。一人でそこにいるべきじゃない。私は一人じゃない。武器もあるし、覚悟もある。出口だ。これを見てくれ。潜水艦だ。なんてこった。カルテルが輸送に使ってる。ミサイルも運べます。かろうじてな。こんなオンボロが大西洋を横断するのは無理だ。けどこっちは海岸近くの洞窟の中にいる。人員はいないし、ミサイルもない。了解。私は直接そっちへ。ジョン、問題が起きたみたい。了解。待機しろ。ギャズ、海に照準を向けろ。どうなってる。ボートが迫ってくる。 AQ のようだ。武器を持ってる。コンタクト。交戦する。ケイト、何も見えない。ケイトは奴らに囲まれてしまった。アルカトールが乗り込んできた。狙いはこの船か、私か。ファルスタイ、ファルスタイ、船はポジティブでアラッペ。降伏する気はない。ホドハ、ホドハ、ガザガゴワス、ホドハアラ、ハラバーダウェベル、エンティハラサシリビエスプジャマートハドラ。その手を離しなさい。ラズル、ラズル、永久のボートに乗った。ケイトがさらわれてしまう。ラズウェルは捕まった。さらわれたんです。シェパードと話す必要があるな。さあ行くぞ。ラズウェルを取り返しましょう。行くぞ。ギャス、前進だ。